の奥もベイト？あれも。おお、おいるいるいる。ホッパーが言って言ってたっすよね。うー、出た、オッケー、出た、出た、出たけどサメ、あー乗ってんな。しかもあーやばい、キリキリしてる。オッケー、かかってるんですけど、キリキリしてるんで切れそうだな。けどなんか違う、なんか食った。おお食った、オッケーオッケー。サメか、食った食った、ジンティかな。あーサメか、あジンティか、あーサメか、ジンティかな、ジンティGT か、これあ変な引きしてるな、尻尾にかかってんのかな、変な引きしてる。うわ、なんか嫌な引きだな。サメっぽいっす、サメじゃないか、違うっすかな、 GT かな、トントントンは GT？ なんか結構重いっすね。おお、 GT だったらいいサイズ。かかりどころが悪いのかな。あ、前行っていいですか。なんか変なかかり方してる気がする。何言った、あ、GT かも、銀色っすね。
GT だ。お、やばい、近くにサメいる。いや、まだわかんないっす。おー、いいサイズ。でかい？うん。おー、でかい。おー、でかい。よっしゃ、でかい。今回一番でかい。うん。よっしゃ、でかい。オッケー。ハイレリュウ。オッケー、ちょっと。よし。オッケー。ウッホー。イエーイ。イエーイ。おーおーでかいでかいでかい。よし、よし、じゃあ叩いていいですか。よし、久しぶりの膝。よいしょ、よいしょ。あ、オッケー、まあまあでかい。おお、はいはい。あかあかあか、この力も強いな。あ、まあまあ痛いっすね。ダイバーの人がいっぱい来る。よし、レッツゴー。めっちゃ跳ねてましたね。最初あんまり勝負しないでいきます。また跳ねるかも。オッケー、はい、いきます。お、跳ねた跳ねた跳ねた。うわ、外れるって。うわ、いや、オッケーオッケー、まだ外れてない。奇跡だ。うわ、あ、違う、あ、張ってる、今跳ねてた。ありがたい、ゴードンがフォロー入れてくれてます。体力あるな。ちょっとストレートにします。バレる気がする。ポンピングして船が近づいてきてるんで、これってポンピングしたらかな。だいぶ近づいてきました。まだ体力がない。動画的にはつまらないけど、正しいファイトを今やってます。あ、今大丈夫。今右に行ってます。オッケー。オッケー、見えてる。あれだけ跳ねてバレてないから多分大丈夫だと思うんですけど。
いや、まだ見えてないです。見えてないけど、あと、もうちょいです。左の上です。危ない、危ない、やばい、背中がかかってる。これはやばい、一回バレたんですね。危ない、ん、あ、今背中にかかってるから。あ、バブルです。昨日よりはちっちゃい。でも、いや、めっちゃ引いた。あ、手は5だ。危ない。オッケー、オッケー、オッケー。大丈夫、大丈夫。引っ張れ、引っ張れ。引っ張れ。オッケー。よし、終わってる。オッケー。大丈夫だ。やりましたー。よいしょー。オッケー。ありがとう。お、うわ、めっちゃ綺麗。ストライプ入ってるね。わあ、すごい。よし、よし。うわ、綺麗、綺麗。わあ、すごい。OK、先生ありがとう。わあ、引いた。ナイス。ありがとう。終わっちゃうよ。帰りたくない。まだ間に合うから。Thank you. わあ。やっちゃってる。すごくやっちゃってる。見て、これすごくやっちゃってる。今回ありがとうございます。お疲れ様でした。お前調子乗んないよ。何がやばっ、めっちゃ綺麗。下から見てたの、事故する。上がったらまだ残ってる。うん、終わってしまいました。終わってしまうんだよ、これ。
はい、お疲れ様でした。大輔さん、ありがとうございました。はい、ということで、はい、夢の旅が終わってしまいました。今ちょっと GoPro のデータ見返してるんですけど、非常に虚しくなってます。パラオロスです。はい、まあやっぱ楽しいことはもう終わりもあるということで、まあ、今回撮影してくれた、大輔さんと、まあ、同じ地元にちょっと帰ってきてですね、振り返ってるんですけど、いや本当にいい旅でした。はい、もう本当にもう全てにおいて、まずプライベートジェットから、あとまあ東京での、まあそうですね、今回まあ動画になってないかもしれないですけど、まあ、食事にしても宿泊した場所にしてもすごく、いい体験ができました。そしてまあやっぱりパラオですね、なんて言ったらいいですかね、もう本当に自然が残ってるなと、なんか自然のありのままの姿、素直な魚の反応っていうのはこういうことなんだっていうのを、まあ、タイムスリップしたというか、昔に戻れたらなっていう感じがして、本当に貴重な経験をさせていただきました。今回まあ企画してくれた近藤さん、動画を通して、もう一度ありがとうございました。最高だったね。最高でしたね、もう。いや、もうまずジェットに乗るのが普通経験できないですからね。ありえないから、はい、うん、本当にもう日本から4時間ちょいで、まあ、あれだけの秘境に行けたっていうのはもうすごい思い出です。はい、結局さ、はい、やっぱなんだろうね、ポテンシャルが違うよね。ポテンシャルが違いますね、本当に根本的に。はい、もう魚の反応がそうですね、ポテンシャルが違うというか、魚のやっぱ魚影の数もやっぱ違うし、で正直出方は20キロとかの出方なんですよ。本当にでかい水柱がバーンって上がって、おやっぱって思うんですけど、上がってきたら10キロないとか、そんな感じなんですよね。もうなんか今まで自分が経験してきたものとは全くの別物の世界っていうのがあって、胃の中の蛙だったなというか、やっぱりいろいろ経験しないとわからないことばっかりだなというのがありました。あとはもう一番ちょっとやっぱ驚きだったのが、パラオとかやっぱりこう楽園とか秘境に行くとやっぱ誰でも釣れるでしょうみたいなイメージって結構持ってる方いると思うんですけど、今回やっぱり潮が合ってるタイミングでしか釣れなかったりとか、やっぱり港から近いポイントでは意外と反応がなかったりとか、海外に行けば簡単とか、やっぱ船に乗れば余裕で釣れるみたいなイメージあると思うんですけど、そういうことはまあなくてですね、やっぱり爆発力はあるんですけど、まあ、そんなに簡単ではないなっていうのがやっぱ感じました。はい、やっぱそれでも本当にそれでもやっぱり潮目とかベイトとかそういったところを打つと、反応してくれたりとか、なんて言ったらいいですかね、やっぱり魚がいる場所とか魚の反応が返ってこないと技術とかっていうのは高まらないと思うんですけど、そういった面では今回の遠征場所のようなパラオとかそういったところで体験する数日間の兆候っていうのは、沖縄でいうと数年間の実力がつくと思います。はい、だからやっぱり釣り歴も大事なんですけど、どこで釣りしてるかっていうのも大事なんだなと今回思いましたね。はい、本当にいい勉強になりました。ちなみに、はい、船中何匹ぐらい GT 行ったっけ？初日は昼からの出港ということで、近場しか行けなかったんですけど、それでもまあ1投目で GT 出たりとかあって、初日は1本だけでしたね。ただこの2日目から本調子だよと、ちょっと行っちゃうよっていうことで遠く行ったらもうすごい反応で、1日で14匹でしたね。すごかったです。で、まあ、3日目が、2本ですね。だからトータル、1,2,3 で17本か。はい、2日半の長考で、17本の GT が出て、それ以外にもまあ場所をカジキクとか大アノメアラモで、赤ナーも2本大型が出たという、まあ、カスミも出たし、もうなんか思い出したらいろいろ出てくるんですけど、とにかくもうすごい反応でした。はい、やっぱりこういう経験って大事だなと思いました。はい、今回やっぱり大金をかけて挑まないといけないっていう経験をですね、本当にちょっとプライベートジェットで連れて行ってもらったということで、
本当にありがとうございました。はい、恵まれた環境にいました。はい、やっぱり今回、一緒に行けたこの近藤さんと、あと今カメラ撮ってくれてる大輔さんですね。ちょっと変な声が入ったと思うんですけど、なんていうんですかね、やっぱり旅っていうのは楽しいメンバーで行くとよりいいなってそれも思いましたね。はい、だからまた、こういう機会があるかもしれないんで、その時はまた思いっきり楽しみながら超過もしっかり追い求めて、楽しい旅ができたらと思います。ちなみに今回のテーマは何だったの？はいはい、ごめんなさい、はい、今回のテーマはですね、やっぱりナイロンで釣るっていうところで、やっぱ沖縄ではなかなかできない、コンセプトだったので、その目標でやったんですけど、もう目標すべて叶いました。はい、ナイロンで GT を釣る達成できて、でそこからまた現代のタックルで釣るこれもできて、なんなら芭蕉カジキっていう思わぬすごいプレゼントも得ましたので、はい、すごいいい旅になりました。はい、やっぱ釣りは本来こうアクシデントというかプレゼント、そういったものがあるので、やっぱやめられないなと思いました。はい、なんか今回の旅でまた釣りが好きになりましたね。今回の旅でまた釣りが好きになりました。はい、沖縄帰ってきたけど、そうだった。明日は地に足つけて国場川に行きたいと思います。はい、国場川で直陸でもやります。原点ですね。はい、ということで、今日は思い出を振り返りながら、大輔さんとちょっと飲んでいきたいと思います。はい、ということで、今回は夢のような釣りでした。今回もご視聴ありがとうございました。As long as I'm with you.